はい、なぎです。おはようございます。次は御三家のお中で、あまり最近歌ってないというか、割と歌ってない、船木和夫さんで、なんか一曲、ところで、学園広場、あまり歌ったことないと思うので、行こうと思います。皆さん、御三家のうち誰が好きでしたか？西郷輝彦と、船木和夫さんと、あと誰でしたっけね、橋幸夫さんやね。まあ、行きます。いけるかな、こんな感じだね。学園広場。空に向かって定義あげた手にあかんな若さがいっぱい飛んでいた学園広場で旗組あって友と歌った若い歌ふっとした、ごめんなさい。涙流した友もある愉快に騒いだ時もある学園広場に咲いてる花の一つ一つが思い出さ僕が卒業してからも忘れはしないよいつまでも学園広場は青春広場夢と希望がある広場船木和夫さんで学園広場でした。どうでしたか？大変でした。ぜひまた遊びに来てね。まだ登録してない方はぜひチャンネル登録をしてね。 See you.